べての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜波部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 全機反応を確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブティロスト、ワーティーロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。
通信システム通信システム ICU が空気距離で前で解析し近距離攻撃装備起動敵反応多数確認見ればわかるよ敵の破壊を確認。いや。これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を制しよう。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
2B さん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。分かってる。
一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。目標、超大型兵器発見。
目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨。退避。ブースター！司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。修復する。ボット、止血シェルとロンリーウイルスワクチン。それと。非推奨。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい！いいから出して。トゥービー、言って。黙って。僕たちは兵士です。誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。
そんな知性が。トゥービー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールをポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。
な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。編成を許可します。私もだ。